ウィンフィールド、スコット・ハンコックは、アメリカ合衆国陸軍の職業軍人であり、1880年には、民主党の大統領候補に指名された。40年間にわたって、陸軍で功績を残し、米北戦争に参戦し、北軍の将軍として、南北戦争を戦った。領有からは、極上のハンコックと呼ばれており、1863年の、 ゲティスバーグの戦いでは、その個人的な指導力で特に注目された。ある軍事視野は、ゲティスバーグに参加した北軍の将軍で、ハンコックほど、完全にその存在感を示すことで舞台に君臨した、者はいなかったと書いた。もう一人の著作家は、彼の戦術的技術によって、競争者もすぐに彼を称賛することになり、ポトマック軍の雷として、 彼を知ることになったと書いた。南北戦争の後も、レコンストラクション中の南部の軍事支配に参加し、また、西部のフロンティアにも駐屯した。南北戦争後、ハンコックの軍人として、また保守的な五権的原則の保持者としての評判によって、大統領選挙で候補者と目された。その注目すべき高潔さは、政治腐敗の時代に際立つものであり、 ガザフォードヘイズ大統領は、もし、軍人としても、文民としての生活においても人目を引く公僕の姿を作り上げるとき、我々はまずそして主にその人間性、高潔さ、清潔さ、一途さ及び義務に対する無視の献身ということを考慮に入れ、ハンコックのことは、徹底的に純金であると心から言うことができると言った。この全国的な人気があって、 民主党は1880年、アメリカ合衆国大統領選挙でハンコックを大統領候補に指名した。力強い選挙戦を戦ったものの、共和党の候補者、ジェームズ・ガーフィールドに、アメリカ史の中でも、最小の票差で敗れた。ウィンフィールド、スコット・ハンコックは一乱性創生児の兄弟、ヒラリー・ベイカー・ハンコックと共に、1824年2月14日、 ペンシルベニア州のフィラデルフィアからはすぐ北西にある、コムラ・モンゴメリー・スクエアで生まれた。そこは、現在では、モンゴメリー軍、モンゴメリー町となっている。この双子の両親は、ベンジャミン・フランクリン・ハンコックとエリザベス・ホックスワース、ハンコックだった。ハンコックの名前は、米英戦争やその後の米北戦争で活躍し、南北戦争の開始時点では、アメリカ陸軍総司令官であった。 ウィンフィールド・スコットにちなむ命名だった。ハンコック家と母方のホックスワース家は数世代にわたってモンゴメリー郡に住んでおり、その先祖はイングランド人、スコットランド人及びウェールズ人であった。父親のベンジャミン・ハンコックは息子たちが生まれた時に学校の教師をしていた。ハンコック生誕から数年後に家族ごと郡庁所在地のノリスタウンに転居し、 法律の実務を始めた。父は、バプテスト教会の女祭でもあり、姿勢にも参加した。ハンコックは、当初のリスタウンアカデミーで教育を受けたが、1830年代に、ノリスタウンで、初めての法律学校が開校されるとそこに移った。1840年、地元の連邦議会議員、ジョセフ・フォーナンスがハンコックを、ウェストポイントの陸軍士官学校入学者に指名した。 ウェストポイントでの成績は平均的であり、1844年に卒業し、不評隊に配属された。米国戦争、ハンコックの名前をもらった、米国戦争指揮官、ウィンフィールド、スコット・ハンコックは、第6不評連隊の名誉少尉に任官され、最初は、レッドリバー渓谷のインディアンテリトリーに駐屯した。この地域は、当時静音であり、 平穏無事な時間を過ごした。1846年に、米北戦争が勃発し、ハンコックは、前線での任務を得るために動いた。当初は、ケンタッキー州で新兵を徴兵する任務につき、兵士たちに入隊登録させる仕事に適していることが、分かったので、その上官は彼をその職から外そうとはしなかった。しかし、1847年7月までに、 メキシコのプエブラに駐屯する連隊に加わることを認められ、そこでは彼の名前をもらったウィンフィールド・スコット将軍が率いる軍隊の一部となった。スコット軍はプエブロから抵抗もないままに内陸に進軍し、南からメキシコシティを攻撃した。1847年のこの方面作戦でハンコックは初めて、 コントレラスとチュルブスコの戦いで実戦を経験した。ハンコックはこれらの戦闘における勇敢さと賞賛に値する従軍態度のゆえに名誉注意に昇進した。チュルブスコでは膝を負傷し、発熱した。森のデルレーの戦いではその連帯で十分指揮を取れたが、発熱のために最後の戦いであるメキシコシティ突破には参加できず、 その後の人生に悔いを残すことになった。最終的な勝利の後、1848年に、グアダルーペイダルゴ条約が締結されるまで、第六不評連隊と共に、メキシコに泊まった。結婚と平和な時代ハンコックは、補給係将校や副官として、大半はミネソタ州のスネリングトリデやミズーリ州のセントルイスで、多くの任務をこなした。 アルミラ・ラッセルと出会ったのはセントルイスであり、1850年1月24日に結婚した。アリーは二人の子供、ラッセルとアダを産んだが、二人ともに、両親よりは先に死んだ。ハンコックは1855年に大意に昇格し、フロリダ州のフォートマイヤーズ勤務となった。ハンコックは家族も新しい勤務地に帯同し、アリーは基地では 唯一の女性だった。ハンコックがフロリダに行った時は、第三次セミノール戦争が終わる時だった。その任務は主に補給係将校であり、実戦には参加しなかった。フロリダの情勢が落ち着き始めると、カンザス州レブンはストリーで勤務となった。血を流すカンザスでの東派的争いの間は、西部で、またモルモン戦争の後では、ユタ準州で勤務した。 この紛争が解決した後で、1858年11月に、カリフォルニア州南部に駐屯した。ハンコックは1861年に、南北戦争が勃発するまで、そこに泊まり、アリーや子供たちも加わった。この時後に、南軍の将軍となるアルバート・ジョンストンの下で、大尉と補給係商工補佐を務めた。カリフォルニアでは、多くの南部の士官と親しくなり、 特に、バージニア州出身のルイス・アーミステッドと親しくなった。南北戦争が始まると、アーミステッドや他の南部出身の士官は南軍に加わるために陸軍を離れたが、ハンコックはアメリカ合衆国軍の任務に止まった。ポトマック軍への参加ハンコックは東部に帰って、急速に膨れ上がる北軍のために補給係将校の任務を再開したが、 その後すぐの1861年9月23日に、順将に昇進し、ポトマック軍はウィリアム F ・ボールディ・スミス順将の手段で、不評旅団の指揮を任された。その、極上のというニックネームは、1862年の半島方面作戦における、ウィリアムズバーグの戦いで、重要な反撃を指揮した時に与えられた。軍司令官、 ジョージ・マクレランがワシントンに送った電報の中で、今日のハンコックは極上だったと書いたことで、この称号が決まった。しかし、この戦いの時のマクレランは、ハンコックの働きを生かせず、南軍の妨害を受けることのない撤退を許した。アンティータムの戦いでは、ブラディレーンでの激しい戦闘の中で、イズラエル、リチャードソン少将が致命傷を負い、ハンコックが、 第二軍団第一師団の指揮を引き継いだ。ハンコックとその部下は、戦場のくぼんだ道路に並行して、敵と自軍の間に駆け込むという劇的な登場をした。彼の部下達は疲れ切った南軍に対して、反撃を命じられるものと思ったが、ハンコックは、マクレランの命令である事態の位置を守ることを、実行した。ハンコックは1862年11月29日に、 志願兵隊少将に昇進した。翌月のフレデリックスバーグの戦いでは、メアリーズハイツの悲惨な攻撃でその手段を指揮し、腹を負傷した。チャンセラーズビルの戦いでは、その手段が、ジョセフ・フッカー少将の撤退を援護し、ハンコックはまたも負傷した。ハンコックの軍団指揮官、ダライアスコーチが、この戦闘で、フッカーの取った行動に抗議したことで、 フォトマック軍から移動させられ、ハンコックは第二軍団の指揮を引き継ぎ、これを戦争の終わる直前まで続けた。ハンコックは独立した指揮を取らなかった、あらゆる召喚の中でも最も人目につく存在だった。他の誰よりも長く、軍団を指揮し、その名前が戦闘中に犯した失態に責任があると、名指されたことはなかった。外観でも大変目立つ人だった。 穏やかな気象で友人を作り、その個人的な勇気と戦い竹縄の時でも彼が指揮を取っているという存在感で彼の下で従軍している兵士たちに自信を得させることができた。いかに戦闘が厳しくても第二軍団の兵士たちはいつもその指揮官が面倒を見てくれると感じていた。個人的解雇、ユリシーズ・グラント・ゲティスバーグ・ハンコックの最も有名な 功績は、新軍団長として臨んだ1863年7月1日から3日の、ゲティスバーグの戦いでのことだった。友人のジョンエ・フレーノルズ少将が7月1日、早くに戦死し、ポトマック軍の新しい指揮官、ジョージ・ミード少将は、ハンコックを、戦場の前線に立っている部隊の指揮に送って、状況を探らせた。ハンコックは、この結果、 北軍の第1、第2、第3及び第9軍団からなる左翼を一時的に指揮した。ハンコックはゲティスバーグに参陣した、当時の北軍士官では最古参ではなかったので、ミードの高い信頼を表すことになった。古参の第9軍団指揮官オリバー・オー・ハワード少将とは、この指揮配置について短時間議論をすることになったが、ハンコックが議論に勝ち、 大勢な南軍が第1軍団と第9軍団を街を抜けて追い返した時にセメタリーヒルで防衛軍を組織化した。ハンコックはミードから軍隊を撤退させる権限を得ており立ち止まってゲティスバーグで戦うことを決断する責任があった。ミードは夜半過ぎに到着し全軍指揮権がミードに戻された。7月2日、ハンコックの第2軍団は 北軍戦線のほぼ中央にあたるセメタリーリッジに陣取り、一方南軍のロバート・イリー将軍は戦線の両端から戦闘を仕掛けた。北軍の左翼では、ジェームズ・ロングストリート中将の突撃が第三軍団を打ち破り、ハンコックはジョン・シー・コールドウェル巡位を指揮する自分の第一師団をホイート・フィールドの北軍の支援に送った。AP ・ヒル中将の軍団が、 国軍中央に戦闘を仕掛け続けていたので、ハンコックは防衛部隊を招集し、最重要地点に部隊を急行させた。ここで有名な出来事である、第一ミネソタ志願兵連隊の犠牲が起きた。ハンコックはこの連隊を勢力が4倍もある、南軍の一個旅団に向けて前進し、戦わせた。その結果第一ミネソタ志願兵連隊は、 その87%を失った。この連隊にとっては被害が大きかったが、この英雄的犠牲行為が時間を稼ぎ、北軍は防衛軍を組織化することができて、その日の戦闘を救えた。7月3日、ハンコックはセメタリーリッジでの陣取りを続け、ピケットの突撃を受けかつ耐えた。南軍の不評の突撃に先立つ大砲の集中砲火の間も、 ハンコックは馬に毅然とまたがって、辺りを平原しており、自軍を励まし続けた。ハンコックの部下の一人が、将軍、軍団指揮官は、そのように命を危険にさらすべきではないと抗議したとき、ハンコックは、軍団指揮官の命が帰り見られないときもあると、返答したと言われている。不評突撃の間に、ハンコックの旧友で、 この時は重傷になっていたルイス・アーミステッドがおり、ジョージ・ピケット師団の下で一個旅団を率いていたが、負傷して二日後に死んだ。ハンコック自身も、銃弾が、蔵の頭部に当たって、右内股に入り、木片や大きくて曲がった釘と共に傷つけて重傷になったので、給友と顔を合わすことはなかった。副官によって馬から助け下ろされ、 出血を止めるために止血体を施された後で、自分で刺さっていた釘を引き抜き、その釘の寄ってきたるところを誤解したか、顔をしかめて、奴らはこんなものを投げるなんて、弾薬が不足しているに違いないと言った。アーミステッドが致命傷を負ったという知らせは、参謀の一人であるヘンリー・ h ビンガム大尉から知らされた。ハンコックは、自分の痛みにもか,かわらず、 戦闘の決着がつくまで後方に下がることを拒否した。ハンコックは戦闘のあった3日間を通して、その軍隊に刺激を与え続けた。後に、連邦議会から、あの偉大で決定的な勝利において、その勇敢で賞賛に値し、異彩を放った役割に大使館謝状を受けた。バージニア及び戦争の終結3人の師団指揮官に囲まれる、ハンコック・ハンコックは、 ゲティスバーグで受けた傷害ゆえで、戦争の残り期間苦しむことになった。ノリスタウンに戻って、回復に努め、その冬の間は、新兵の募集を行い、1864年の春には戦場に戻って、ユリシーズ・グラント中将の率いた、オーバーランド方面作戦で、第二軍団の指揮を取ったが、その行動力と以前の若さあふれる活力を取り戻すことはなかった。 それでも、荒野の戦いでは実績を上げ、スポットシルバニア・コートハウスの戦いでは、ブラッディアングルで、ミュール州の重大な突破攻撃を指揮し、南軍のストーンウォール士団を打ち砕いた。コールドハーバーの戦いではグラントが命じた、無益な攻撃で、その軍団に大きな損失を被った。グラント軍がリー軍の横をすり抜け、ジェームズ川を渡った後で、ハンコックは、 自軍が戦争を終わらせるかもしれない位置にいることに気づいた。その軍団は、ピーターズバーグの兄に気づかれた防衛線に対して、ボールディスミスが攻撃をかけるところに支援のために到着したが、スミスがそこの地形を知っており1日中戦場に行ったので、スミスの助言に従い、南軍の戦線が補強される前に意味のある攻撃をかけなかった。 大きな機会の一つが失われた。ディープボトルの戦いでの攻撃にその軍団が参戦した後で、ハンコックは正規軍の順序に昇進し、8月12日付で発行となった。ハンコックにとって唯一の重大な敗北は、ピーターズバーグの包囲戦中に起こった。その第二軍団は、ウェルドン鉄道に沿って南に移動し、線路を破壊していた。 8月25日、南軍のヘンリー・ヒース少将が、第二次リーム駅の戦いで北軍の不完全な陣取りをついて圧倒し、第二軍団を壊滅させて、多くの捕虜を捕まえた。その後のハッチャーズライの戦いで勝利したものの、リーム駅での屈辱が災いし、ゲティスバーグで受けた傷も引きずっていたので、11月には、野戦指揮官の職を辞めるという決断に至った。 ハンコックは、それまで4万人以上の損失を出したが意義ある、軍事的勝利を成し遂げた1年間の後で、第二軍団を離れた。その後の最初の任務は、儀式用の第一退役兵軍団の指揮を取る、ことだった。さらに徴兵を行い、中部方面軍を指揮し、その頃は静音になった、シェナンドー渓谷統治軍の指揮官から、フィリップ・シェリダン少将を解放した。 スポットシルバニアでの功績に対し、正規軍の名誉少将に昇進し、1865年3月13日に発行となった。リンカーン暗殺事件の裁判リンカーン暗殺事件、共謀者の処刑。1865年7月7日、戦争の終結にあたって、ハンコックはリンカーン大統領暗殺事件の共謀者処刑の、監察官を任された。 リンカーンは1865年4月14日に暗殺されており、その年の5月9日までに、軍法委員会が召集されて、被告を裁いた。暗殺の実行犯、ジョン・ウィルクス・ブースはすでに死んでいたが、その共謀者の裁判は速やかに進行し、有罪判決となった。アンドリュー・ジョンソン大統領は、処刑を7月7日に行う命令を下した。ハンコックは、 死刑囚たちの刑執行を監督するよう指示された。ハンコックは、罪の軽い共謀者、特に、メアリー・サラットを処刑することに躊躇したが、命令通り実行し、後に、軍人は皆、私の環境に置かれれば私がしたように行動する、ものだと書いた。大平原での任務この処刑後、新しく組織され、ボルティモアに本部を置く、中央方面軍の指揮を任された。 1866年、グラントの推薦で、ハンコックは少々に昇進し、その年遅くに、ミズーリ州、カンザス州、コロラド州を呼び、ニューメキシコ州を包含するミズーリ方面軍の指揮官に転籍した。ハンコックは、カンザス州4と、レブンワースに着任を報告し、新しい任務に就いた。到着後間もなく、 ウィリアム・シャーマン将軍によって、サンド・クリークの虐殺以来関係が険悪になっていた、シャイアン族とスー族との交渉を行う遠征隊を率いる任務を与えられた。この交渉は最初からうまく進まず、ハンコックが放棄されたシャイアン族の集落を焼くように命じた後は、その関係が遠征隊出発時よりも悪化した。両者もに人命の損失はほとんどなかったが、 この任務はほとんど成功とは言えなかった。この時、ハンコックの部下であるジョージ・アームストロング・カスター・中佐が、脱走者に対して激しい懲罰を行ったことで、ハンコックとカスターの間に少なからぬ摩擦が発生し、カスターを無許可理体の角で、軍法会議にかけ、有罪にすることになった。レコンストラクション・アンドリュー・ジョンソンはハンコックを、 理想的なレコンストラクション将軍と考えたハンコックが西部にいた期間は短かった。ジョンソン大統領はレコンストラクションの間に南部を統治する共和党将軍たちのやり方に満足できず彼らのすげかえを求めた。ジョンソンに対して最も攻撃的だった将軍がフィリップ・シェリダンであり、ジョンソンは間もなくグラント将軍に命じてハンコックを シェリダンの位置につけるようにしたが、これはハンコックがミニ首都院であり、ジョンソンの好みに合わせて統治してくれると信じた結果だった。この交代を喜ぶ者はいなかったが、シェリダンはフォートレブンワースに転任しハンコックはニューオーリンズに着任した。ハンコックの新しい任務はテキサス州とルイジアナ州にまたがる第5軍管区の統治だった。 到着とほとんど同時の1867年11月29日に、将軍命令第40号を発し、白人保守層に取り入ることになった。この命令は、ニューオーリンズへ移動中に書かれたものであり、管区の住民が平和的に行動し、文民の役人がその義務を果たすならば、軍隊は支持することをやめて、文民政府が、その自然で正当な統治を回復すると書かれており、 ジョンソン大統領の政策を支持する考えを表明していた。ハンコックの命令は早期に文民政府に戻すことを期待する南部中の民主党員を励ましたが、戦前の保守的白人による支配というやり方に戻ることを恐れる南部の黒人や共和党員には不評だった。アメリカの自由という偉大な原則はこの人民が合法的に受け継いだものであり、 永遠にそうあるべきである。陪審員による裁判を受ける、権利、人身保護、出版の自由、言論の自由、人民の自然権及び、財産の権利は、適正に守られなければならない。自由な制度というものは、人民の繁栄と幸福に不可欠であり、常に平和と秩序に向かう強い誘引となるものである。ウィンフィールド、スコット・ハンコック。 将軍命令第40号のオーベンバー29,867、ハンコックの将軍命令第40号はすぐに、ワシントンの共和党、特に急進派共和党員に非難されたが、ジョンソン大統領は、心からこれを承認した。ワシントンにおける情勢には、無頓着なまま、ハンコックは、その発言を行動に移し、地元の共和党政治家が、ハンコックの権限を使って、 選挙結果や裁判所の判決を覆すという要求を拒否し、公然たる反乱が抑圧されることを知らしめるようにもした。民主党内のハンコックの人気が高まり、1868年の大統領選挙では、党の大統領候補になり得ると考えるまでになった。1868年の党い二週会では、ハンコックにそこそこの大議員票が集まったが、 候補者には選出されなかった。それでも民主党の政策である州の権限と制限された中央政府を信じるが、その反断体主義的感情は非難できない人として、政界では希少な価値ある人とみなされていた。大平原への復帰グラント将軍が1868年の大統領選挙で勝利し、共和党はワシントンをしっかりと確保した。その結果、 ハンコックは再び転任させられ、今回は、レコンストラクション中の南部の感情的な任務からは、離れ、比較的静穏なダコタ方面軍であった。この方面軍は、ミネソタ州、モンタナ準州、ダコタ準州を含んでいた。以前の西部勤務の時と同様に、インディアンの州長たちとの交渉を始めたが、今回は平和的意図を確立することにより成功を収めた。 しかし、1870年に、軍遠征隊が、ブラックフット族に対する虐殺を行った時に、関係が悪化した。数族との関係も、白人が、ララミートリデ条約を侵犯して、ブラックヒルズに侵入した結果として、議論を起こすことになった。しばらくの間、戦争は回避され、ハンコックが赴任している期間の大半は平和だった。 東部での任務及び政治的野望1872年にミード将軍が死に、ハンコックは陸軍の上級少将となった。このことはハンコックにより顕著な任務を与える必要性を生じさせ、グランプ大統領はハンコックを南部からは話しておきたかったので、ニューヨーク市ガバナーズアイランドに本部を置く大西広司方面軍の指揮官に任命した。 その広大な管轄区域は一つの例外を除いて、軍事的に平穏無事なが州国北東部であった。その例外とは、軍が関与した1877年の鉄道大ストライキだった。賃金削減に抗議して、鉄道労働者がストライキを打つと、全国の輸送体系が麻痺した。ペンシルベニア州、ウエストバージニア州及び、 メリーランド州知事は鉄道を再運行するために、ヘイズ大統領に連邦軍の動員を求めた。一旦軍隊が市内に入ると、ストライキを打っていた人々の大半は、運産無償したが、それでも激しい衝突が起こった。ハンコックはニューヨーク州にいる間、その政治的な野望を保つために最善を尽くした。 1876年の民主党全国大会でも、いくらかの票を集めたが、2回目の投票で大会を、席巻したニューヨーク州知事、サミュエル・ティルデンに対抗できるまでにはならなかった。共和党の候補者、ラザフォード・ヘイズが選挙に勝ち、ハンコックはその野望を1880年の選挙に、向け直した。1876年の選挙委員会をめぐる。 騒動と1877年のレコンストラクション終了によって1880年の大統領選挙は民主党が久しぶりに勝利する機会になると確信するものが多かった。民主党全国大会戦後のハンコック・ハンコックの名前は民主党の大統領候補として何度も挙げられてきたが、それまでは大議員の過半数を取れなかった。しかし、 1880年、ハンコックにとって状況が好転した。ヘイズ大統領は2期目に出馬しないことを公約しており、前回の民主党候補者ティルデンは、健康悪化を理由に、再度の出馬を辞退した。党大会でのハンコックの競合者は、トーマス・エヘンドリックス、アレンジー・サーマン、スティーブン・ジョンソン・フィールド及び、トマス・エフ・ベイアード等であった。 ハンコックは金本位制政策に中立であり、引き続き南部での支持が多いということは、他の候補者たちよりも、全国の支持を多く得られることを意味していた。1880年6月に、オハイオ州シンシナティで、民主党全国大会が開催されると、第1回目の投票で、ハンコックが、首位に立ったが、過半数は得られなかった。2回目の投票で、 ハンコックは必要とされる3分の2の票を獲得して大統領候補に指名され、インディアナ州出身のウィリアム・ハイデン・イングリッシュが副大統領候補に選ばれた。ガーフィールドに対抗する選挙運動1880年選挙の結果。赤色がハンコックの勝利した宗教和党は、オハイオ州選出のアメリカ合衆国会議員で、 老練な政治家であるジェームズ・ガーフィールドを候補に指名した。ハンコックとミニ首党はソリッドサウスを制することは期待できたが、選挙に勝つためには北部州のいくつかを加える必要があった。二大政党の実質的な違いはあまりなく、共和党はハンコックが英雄的評判があるために個人攻撃を控えた。共和党が取り上げることのできた。 唯一の政策的違いは民主党綱領の中にある関税は歳入のみでという声明だった。ガーフィールドの選挙運動はこの声明が高い保護関税で恩恵を受けるはずの工場労働者の苦境に対して同情的ではないとして民主党を色づけるために使った。関税問題は民主党が過半数を得るために不可欠であった。工業化された。 北部州の民主党支持をそいだ。結局、民主党とハンコックは、ニュージャージー州を例外として、目標にしていた、北部州のいずれも制することはできなかった。一般選挙の結果は、アメリカ市の中でも最も接近したものとなり、2000両、足らずの差で明暗を分けたが、ガーフィールドは選挙人選挙を214票対155票という、差で圧勝した。 ハンコックは選挙戦の敗北を乗り越え、ガーフィールドの就任宣誓式に出席した。選挙の後は、大西洋方面軍指揮官の職を引き続き担当した。1881年には、全米ライフル協会の会長に選ばれ、協会の目的は、革命の日々に使われていた武器の使い方に、習熟させることで、国の軍事力を上げることであると説明した。 1879年からその死の1886年まで大役軍人組織の総司令官であった。インディアン問題に関する W.S. ハンコック将軍の報告書を表し、1867年に出版された。ハンコックが最後に公衆の前に現れたのは1885年のグラントモット大統領の葬儀を主催する時であり、その年には、 ゲティスバーグへのあまり報道されない旅も行った。ハンコックは1886年に大西洋方面軍指揮官のままガバナーズアイランドで糖尿病に起因する感染性用で死んだ。ペンシルベニア州のリスタウンのモンゴメリー墓地に埋葬されている。子供二人には先立たれたが、その息子ラッセルから三人の孫が生まれた。ハンコックの妻アルミラは ウィンフィールド、スコット・ハンコックの思い出を1887年に出版した。ウィンフィールド、スコット・ハンコックを記念する銅像が多くある。ハンコックは、シャーラファミリーによる南北戦争に関する歴史小説で重要な登場人物である。マイケル・シャーラによるキラー・エンジェルス、ジェフェリー・シャーラによる神と将軍を呼び、最後のあらゆる措置がある。 映画では1993年のゲティスバーグ及び2003年の神と将軍が上記の小説を題材にしている。ハンコックはブライアン・マロンが演じた。どちらの作品での大変好意的な描かれ方をしている。小説、神と将軍の多くの場面で描かれている戦前のカリフォルニア州南部におけるハンコックと友人のルイス・アーミステッドの登場シーンは 映画では省かれた。ありがとうございます。